はい、佐藤さん、ちょっとだいぶ時間経っちゃって話してなかったんですけど、うわ、ほんとだよ、すげえ、え、重っ、重っ、こんな重いんだ、これ重いだ、普段そんなに持ち運ばないけど、最近使ってなかったじゃん、 MacBook、 これ何だよ、プロマックスだっけ、いや、マックスなんて誰が買うんですか、いや、全然全然それは結局内容を共有受けてないよ、あの時は全部、あ、行っちゃいんや、行くわとか言って、ね、プロマックスどうのこうの、ね、なんかもうマックス乗せるのってね、性能乗せるの時間かかるんだよねとか言ってたじゃん、ちょっとなんかそういう動画がね、前あったんですけど、ね、その日に行ったんですよ、確かね、そうだ、行ってたわ、パソコン壊れちゃったから、うん、で、買ったっつってたよね、買ったっつって、うん、まあ秋葉原のヨドバシ、はい、うん、もう天下のヨドバシですね、うん、行って、うん、でまあパソコン壊れちゃったんで、はいはい、今日買いたいんですけどっていうことで、うん、マックがいいですと、まあ、店員さんマックがいい、でもマックは現金払いじゃないと、うん、当日持ち帰りできませんと、現金なの、カード、現金というかまあ一括、あ、カードの、あ、カードの、だからあれができないと、分割が、分割だとその保険に入るその審査が通るみたいなのがあるから、ただヨドバシは、うん、ポイントで返ってくるんで、うん、結局、うん、その Mac の Apple 審査みたいな方を通さなくても買えますよ、だから今日持って帰れますよって、うん、すげえ、そんな機能あんの、え、でも適用分割なの、まあ分割なんですけど、まあだからヨドバシが建て替えてヨドバシに分割みたいなイメージ、だから結局ポイントが入るから、うん、結局プラマイゼロですよって、うん、だから分割で手数ちょっとかかっちゃうんだけど、ヨドバシは、ただポイント貯まるから、アップルのだとポイントは貯まんないから、ヨドバシポイントで、そっか、アップルのは金利がゼロ、そうですよ、はいはい、ただヨドバシは金利はかかるけど、ポイントでプラマイゼロにして、結局プラマイゼロだし、まあもしかしたらプラスかもよ、あ、もうじゃあ今日持って帰りますって言って、で、僕はまあこういう、まあ YouTuber というか、まあそっち系とは言わなかった、動画編集で使いたいので、はい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 、で、まあもちろん MAX 生きてんなもちろん MAX なんですけど、生きてんな、で、どういうことで使われるんですかみたいな、はいはい、で、まあこう言ったら、そしたら MAX だと、うん、そんなに必要ないので言ったよ、オーバーだよってね、オーバースペック、オーバースペックってことですかって言って、うん、はい、まあそうなりますので絶対し、インターマックスはダサいってもう、その1個下のやつを、はいはい、結局何だろう、あ、はいって言って買うことになる、結局1個なんてやつだっけ、まあ1個乗せるとかでしょ、なんか性能的に、そうそうそう、なんかあの、なんか何かプロではないんだよね、プロの上ではあるんだけど、プロには何個かあるのか、そう、なんか一番上がマックスで、その2個、はい、1個下かな、プロマックスなんだよ、だ言うてもね、高いっちゃった、まあそうだよ、絶対そうだよ、普通のPC でやるとさすがに動画編集重いから、さすがに動画編集用ではなきゃいけないけど、プロマックスだとそのもう、あのね、そもそも CG とか、そもそも何て言われたの、マックスの場合は何がするときにマックスですよとか、もうだからほんと CG とか。でしょ、あー、もうそこまで使えるんだって。あー、そっちの、なんかアフターエフェクトとか。まあほんとそういうことだよ、ね、映像作品。お家で使わないですって言って。なのにM2 プロだ、もともとは M2 チップ、はいはい、で M2 プロ、はい、これがね、結局その上は M2 マックス、あれはマックスを書いてあって、で、そしたら CG とかやんないから、あ、全然そんないらないです、いらんすよとじゃあなんで買うんですか、 M2 プロでいいよって言われたの、で、高橋さんが言ってた、うん、あの、なんかを上げなきゃいけないみたいな、上げた方がいいかな、うん、もう上げた方がいいんですか、うん、じゃあマックスとは言わずとも、はい、プロでそれは上げた方がいいですよねって、はい、高橋さんに言われてんだ俺はそしたらそれも結局その容量の中にメモリ上げるだけだから、そんなにあんま変わんないと、あ、そうなの、あの、はい、僕のパソコン的には、の、ね、今これにはちょうどこれがいい、ただこれで十分ですって言われて、だから普通にプロもう完全に買いならされてる店員さんに、ああ、そうっすよね、ちゃんと適正にしてくれてる、あ、やっぱ多いっすよねって言ってダッサいやん意気揚々と秋葉よって帰りますけど、高いの売りたいはずだからね、適当に売ればいいのに、やっぱすごい店員さんだと思って、すごい人じゃん、で、俺もういろいろもう全部、じゃあこれはレジにやっとくんで、はい、ということで、うん、で、ヨドバシのクレジットみたいなのも作れば、うん、だ作ることでよりなんかそのポイントがちゃんと貯まると、なんかあれ作るよね、ですぐ作れますよ、ポイントカードじゃなくて、なんかポイント兼クレジットみたいな、最初作らせるんだよ、でも登録しなければクレジット機能ないですみたいな、なんかあるよね、そう、ただクレジットにしないとなんかもっともっとプラスにいいことというか、ね、結局これアップルでやってない代わりに、うん、これはクレジットだから賄えますよみたいな、なるほど、
って言われて、うん、まあ、クレジット作って、うん、で、まあ、カード作ったんだ。カード作ったんです。ここです。大事件。大事件。俺は完全に分割にしたかったんですよね。うん、で、まあ、何分割？まあもうだからだから本当はこれが36回とかできるのよ。で、俺今まああるけど、いろいろちょっとあの、使うお金も多いから、まあちょっと細かくしたかったんで、まあめっちゃ細かくしたいなと思ってたら、このカードの審査が、あの、普通だと限度額が、まあマックス50万、その場で作るの50万ぐらい。まあまあ、そのぐらいだと思う。僕20万しか通ってなくて。え、カードは？だその場で持ってって、たら、うん、これは、うん、20万までしか使えませんよみたいな。カードだと。え、新しく作ったカードは、うん、審査通したやつが20万のわけか。うん、で、これ40万ぐらいするじゃないですか。え、どういうことですかってなって、え、何起きてます。俺は全部分割するつもりで今日意気揚々と来てますよ。秋葉にね、うん、でカードも作った。だから僕はやっぱもう信頼がないんですよ、職業的に。社会的信用の問題ね。何やったの。構成作家です。どんなものですかって今聞かれてますと、うん、あー、信用ないよね、うん、もう審査会社がその場でかかってきてるんだ。早いんだよ。早いんだ。だその場でもらえるからさ、あー、今早くそんなできんだ、うん、だからまあ、だからその店員さんも、まあね、もうあの、その場でできちゃうやつなんで、ある程度は下がっちゃって、50万のことはないんですよ、みたいな。はいはい、じゃあ最初からその店員さん俺に言ってくれてれば。はいはい、あの、だって。いや、職種聞いてないからね、うん、店員さんも。だから、ちょっと現金戻してきます。要は、クレジットクレジットはできなくて。あ、できないんだ。あ、クレジット2枚払いできない。できない。だから、それはそうだ、それはそうだ。まあ、で他の、細かいやつ、うん、例えばここにつけるなんかとかには別にそれはできるんだけど、この1個には40万ぐらいするのは20万しか使えないと。1商品でね。で、俺20万払わなきゃいけないのかっていう。で、脅してきますって言って、脅して、払ってみたいな。結局、半分は現金。結局半分払ってんだよ。現金すっごい嫌じゃない？全然分割じゃない。すごい嫌な気持ち。全然分割じゃない。あ、でもそのカード、ヨドバシカードじゃないと、そのポイントやらないやらができなかった。できなかったんでね。多分そこで1回になる。ことで、うん、だって結局審査されてんのよ。そうだね。アップル審査は時間かかるけど、ヨドバシ早いけど審査されてるってことなんだよね。そうだ、でもそれはね、分割で行くって言っちゃってるからね、しょうがないよ。信用があるかどうかだからね、分割は。どっちかっていうと、分割の場合はね、しょうがないよ。地獄でしょ。でも、かなってと結局かかえて減るじゃないですか。20万、だって俺変なやつも言ってるからさ、20万減ったなと思って。結局20万の分割したの。そう、20万はとりあえず何個か分割して何回かね。で、もう現金を払ってって感じにして。変な買い方。結局、うん、でもこのカード、うん、今は20万の限度額です、うん。ただ送られてきた時には倍になってたりするのが普通です。うん、あ、まあ、申請とかね。使えばね。うん、あったりする、ね。あの、だから結局、今の段階の信頼。だから、いろいろこれが見られた後に、ちゃんとしたカードはこの後届くんですよ。うん、それはちゃんと上がってますよって言われて、届いたら20万だったんですか。信頼なさすぎ。変わらず。信頼されず。20万のクレジットなんて使いようがない。確かに使いようないね。超えちゃうよね、ちゃんと買おうとしたら。お買い物っていうのも何枚かあるんでしょ。あ、お買い物あるんだけど、だそっちでやったらどうなってたんだろうね。そっちでやれば終わりだったんじゃない。でもまあ、ポイントつかないかもしれない。まあ、そう、そうなのか。ポイントと、あとクレジットカードの方の分割の手数料がかかっちゃうと思う。だから、あ、そうだと思う。だから多分、ヨドバシクレジットだとなんかその辺のポイントとかうまいことなってんだろうね。ガチャガチャってやって、プラマイゼロだよ。プラマイゼロみたいなこと。でも早いですね、やっぱこれは。まあ、ね、早くなった。うん。まあ、その時に欲しかったんだもんね、もう条件として。そうそうそう、その時欲しかった。1ヶ月とかかかっちゃうとまずいからっていう条件だったもんね。そう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 。審査で1週間くらいかかっちゃう。1週間パソコンないわ、結構。ああ、ね、きついから。きついね。にしてもいいな。地獄だ。あんだけ分割で、分割で、分割でって言った人が、半分、結果半分で。何も満たされてないですよ。マックス買ってたと思ったら。ギャッとしますね。30万じゃあ俺マックスだ。その時弱かったけど30話したかもしれない。60で飛ぶのはね、結構でかいですからね。出費多いからね、最近なんか。っていう事件があって、でも早いです。やっぱ旅ちゃんもね、毎週余裕で出せってますから。一週間に上げてるでしょ。超早いよ。やっぱ編集楽になった。早い、全然倍ぐらい違うもん。いや、よかったね。これ読み込みがないの、このやつ。書き出し。書き出し、うん、あの旅ちゃんで1分とか。うわ、早っ。早っ。それは早いわ。早いでしょ。それは早い。それは早い。
すごい、ね、ノートで、ね、前までだって1時間半とかかかってたから書き出し、もう休憩時間っていう、もうでもそれ絶対書いてないもんね、何もできないとか休憩時間、ただ今休憩時間 なしにできちゃったっていう、逆にね休憩できない、ただないつでもすぐね5時を変更できるっていう、まあ一回やって1時間半なきゃいけないから、はいはいはい、間違えたサイズだもんね、そうそうそう、だから今何でも1時間半の書き出しでよくやってたそれ遅すぎるだろ、さすがにさすがに遅すぎる、遅いんだよ、それぶっ壊れてるもん、なんなら、だからこれはすごいわ、あーそれは早いね、1分早いわ、すごいね、うん、1分2分だね、あーそれは早いですよ、これマックスだったら30秒だったのかな、いや、もうかかんないんじゃない、ね、ないんじゃん、書き出したのこっちでできてる、うん、いや、まあまあまあマックスでも変わんないのかもね、その辺どあんま変わんないのかね、結局あーどうなんだろうね、でも多分全然、うん、あれなんて言ったっけ、アフターエフェクトとかも使えなくはないんだろうね、別に使えるは使えると、ね、そんだけ早かったなるほどね、使わないけど、いや気をつけた方がいいですよ、皆さん、アップルは信用がねえんだね、信頼ないよ職業からライターってあのさ、ライターっぽいことはそんなして構成作家って言いたいんだけど、やっぱ通じないよね、うん、いや、まあ確かにどういうことってなるか、はーみたいな、我々は個性的な会社員の丸じゃないでしょ、その丸がじゃないよ、もうフリーランスになるからね、難しいよカードとか20万よ、俺はでも20万だと思ってないで、レジ行ってるからさカードでお願いします、作ってるどうやってるの、あのお客さんこのカード20万です、これ20万ですえってそんなことあるつってでもその時さ、去年のさ、そのあの確定申告とかは出したの、出さないで固定金だよ、ああなるほど、ね、だからすごいんだけど、逆に出してた方が行く可能性あるでしょ、だってもっといけないし、自分の去年の年収打つぐらいじゃん、軽く、あもう打つぐらいなんだ、その証明とか出さない、出さなくていけたと思う、あ逆に、でもなんか今もさ、その PDF 化とかでさ、俺も持ち歩いてんのよ、その、いや出してたらいけたのかもね、 iCloud に入れて、だからいざ俺もその家借りる時とかってなんかありますって言われたから、必要だよね、今データがあるわと思って、それで出したらすぐ入ったから、そういう意味だと、だから、ね、それがあれば、ね、あったと違ったのかもしれない、ね、もしかしたら違ったのもね、うん、そういう意味だと、まあね、結果でも20万だからね、俺のクレジット悲しい、悲しい、あの20万って何なんですか、分割にしてたら、いやいや、枠がもうまず20万、もう多分、もうい毎月20万まで払ったら毎月20万そういうことです、そういうことで払いったら復活するから、ああそうこうなって、え、じゃあ20万も分割してたら、それずっと残ってるってこと、だから、ま、1ヶ月分払ったらその1万浮くとか、そう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 、あそうそうそう、だから毎月払う金額がこうこうメーターの考えないぐらいあるもんね、普通別に俺らぐらいだとそんな、まあ、家とかさ、そ、ね、車とかだと分かんないけどさ、50万100万とか3万持ってれば別にあるとかさ、え、楽天持ってる、楽天のね、あ基本、あまあ、ね、楽天がやっぱいいよ、1万楽、ね、楽、うん、審査通りやすいしね、通りやすいし、上限ないの数、今もう俺ふ何これマックスにしてる、え俺分かんない、上限ってぐらい、でも別にあんまり言うのもなんかあれだけど、あそうなの、もう分かんなくてもなんとかなってる、俺全部楽天だから、生活も家族から何か全部楽天だから、もう、うん、あれもマックス、会員レベルマックスで、フルもマックス、あそうなの、いやもう長いから多分年数、なるほどね、でもこんなやつアップルで審査出してっても取んなかったんでしょうねそれが怖いから俺はヨドバシさんを頼ったな、ちょっと怪しかったもんね、だ確かに、確かに怪しいよね、あれは何日か待って通りませんって可能性あるらしいから、ああ最悪じゃん、それ最悪ね、アップル、まあだからその分厳しいから無料なんでしょ、まあ、無料ってすごいもんね、まあまあそうだよ、無料しないから金利がかかるからな、うん、っていう感じで、はい、もう結構開いちゃってましたよ、うん、いいじゃん、いいでしょ、いいな、なんかそれ聞いたらやっぱ聞くと、そのこういうのって家電って欲しくなるね、欲しくなるよね、特にパソコンね、うん、いつか変えてないですか、最後いつだっけあれ、俺ももうブラックアウトだっけ、ゲームたまにピッて、君の一番やばくない、あれ古そう、いやあれやばいと思うよてかうちに1台あんだよ、でもそれ古い方でしょ、あるだ、俺の1個前、え今俺が使ってるの1個前、それはあれだよ、あれだから、え違うよじゃあ2個前ぐらいってこと、だ君のはその2個前、あれそうだっけ、うん、そうそう、俺1個1であんの家に、実は前の家から変わってない、うん、じゃあ結構やばいよ計算、あれは結構古いと思う、でも1回変えてるはずだよ、あれ変えたんだっけ、お風呂が来んのだ、計算には、4年、あのお風呂が来る、そうそう、だから別に編集しないもんね、編集しない、俺の場合はまあメモリーが良ければ、あの、うん、楽だから
早さな、早さ、はい、でも編集しないけど最近きつくなってきてる、そのデータのデータのアップロードとか、そっちがデータ移行したりとか保存とかアップロードはあるから、はい、そこでの多分メモリ不足が結構しんどくて、すっげえ遅いとか。やべえやん、変えようよ、これ買いに行こうよ。でも結構するよね、Windows今。クレジットチャレンジしようよ、ヨドバシクレジットチャレンジしよう。いくらのクレジットもらえるか。大丈夫だ、一括で買うよ。分割しない、そもそもね、そっちに払いたくない、払いたくないもん。すごいね、一括するよ、だって最終的に得なのって一括じゃん、その時なくなる。いくらぐらいなんだ、俺も今。でも安いのかな。いや、同じスペックだったら安い。20万ぐらいで買えない今、あれ、あんぐらい。いや、あのぐらいだったら買える、買えるよね、うん。で、ちょっと今より全然いいもんね、もう新しい。そうそうそう、メモリとかマック高いのか、やっぱ。いや、マックは10万以上上乗せされてる。高いと思う。エアーは安いんだよ、マックの。その今安いし、大きいやつも出た。編集とかいらなくて、しかもチップも自社のやつになってるから、多分安くなってて、うん、で、エアーとかで普通なり作業だったらめちゃくちゃ楽だから、うん、そこの一気に差が違う。エアーもある程度編集できそうだしね、今もう。できんの？どうなの？きつそうだよ。今回いけんじゃん、タビちゃんぐらいはいけんじゃん。いや、わかんないけど。どうなんだろうね。うん、軽いしね、充電も長いですし、1日充電も使う。重いからね。そう。うわ、俺そのタイミングで思い出した。俺もう、携帯変えてんだわ。もう3年。俺初めて3年使ったかも。大体2年で変えてたんだけど。まあ。俺もでも2年経ったかな、あの画面が割れた事件。なんかあったな。勝手に割れてたからね。そう、そろそろそうだわ。買い替えたいんだった。携帯変えたいって思うタイミングってバッテリーしかないな。バッテリーもうやばい。あ、本当。もうやばいよ、ここ来るだけで下手したら 20% ぐらい使う、あのツイッターとかその携帯いじってるだけで。うーん、いやもうやばいね。そろそろ夜までは間違いなく持たない。1日持たない、半日だ。1日1回絶対、あ、2回充電する。うーん、あれ持てばモバイル持って持って、もう絶対、もうじゃないと怖い。そうなんだよね。ちょっとなんかいいね、確かに変えれば、うん、みんなで買い替えよ。計算のパソコンもだし。いや、まあまあだ、大丈夫。使えるか。いや、壊れたとき困んない、それ。いや、壊れるまで使うのは、確かにちょっと怖くない？普段のパソコンは。このパソコン怖そうよね。怖いよね。まあまあ、今のところ。移行とかできんの、まあ、PC、それがめんどくさいんだよね、Windows はね。めんどくせえ。Mac 楽でしょ。すぐ。移行は楽ですね。パッとでしょ。あの、Wi-Fi 上でこう起きる、うん。パソコンもできるもんね。できる。それで。いい、そうね、楽なんだよね。な、Windows そこなりやな、ちょっとだりね。でもなんか前比較的楽だった覚えがあるけどな、なんかそこら辺も進化してそうだけどね。なんか引っ越し系のなんか、うん、なんかあるよ、なんかサイトで調べれば楽な方法が、うん、ハードディスクに全部やって、サイトで調べるっていうのはめんどくさいもんね。だからね、Mac はもうピッとくればいいからね。そこは Mac 信者なんだよ、どっちかっていうと。いや、iPhone もそうだしね、楽だ、携帯も楽だよ、iPhone 楽だよね、Mac、うん、楽だね、そこだけね、唯一の。データ系は Mac 持ってるとかね、なんかあってもいいかもしれない。はいはい、うん、はいはい、はい、お疲れした。変えてよかったね。